というわけでお世話になります、ゆうちゃんです。さあ今回も千葉県の林道を走っていきたいと思います。場所は千葉県富津市です。これから走るのは林道たどり線、田んぼの谷、取るという字ですね。取捨選択の取、はい、こちらを走っていきたいと思います。よっ、はい、それでは行きます。はい、市民の森パロナ読めない、市民の森パノラマ広場とい う看板があって、そちらの方に向かう形になります。あ林道たどり線の看板見えないかな、ちょっぴりだけ後ろ下がります。撮っておきます。はい、ちょっとなんか歴史を感じる、標識というか看板でしたけど、アスファルトになっているのでそんなにひどくはないと思います。ただ、路肩がかなり傷んでいるところがちょっと見受けられたので、すれ違いするときは気をつけた方がいいかもしれません。今、たどり線、これ終点の方から、来た形になっています。そうすると右側が山になるのかな、これ、という状態で今走っています。ずっと登っていくのでドライブだと厳しいので、レンクスポーツセレクターで今1速2速あたりで走っています。よいしょ、通りすがりで読んでみたいと思います。鳥居移転記念碑2002年3月。なんで鳥居があるんだろう。なんか、神社でもあるんでしょうかね。今二足で登っています。ありましたね。なんだろう。なんだろう。富津市民の森パノラマ広場かな。パノラマ広場駐車場。通行止め？
しまいました。はい、右が愛宕山って読むのかな、山があってそこに神社がありました。残念ながら通行止めで、この林道も終わりです。というわけで、こんな感じで私は車の小ネタ動画で上げてますので、またよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた皆さん次に会う時までバイなら。じゃんけんぽい。私は今日グーを出しました。皆さんは今日私に勝ちましたか？